光をコントロールする独自の技術と技能を磨き続け、新たな価値の創造を目指す。それが私たちの使命です。富士フイルムオプティクスは富士フイルムのイメージング事業の生産を担っています。光学製品のベースであり、最終製品の品質を大きく左右するレンズそのものの生産から、デジタルカメラなどのコンシューマ向け製品、放送用テレビカメラなどのプロフェッショナル向け製品まで扱う製品群は多岐にわたります。富士フイルムオプティクスは本社機能を有する水戸事業場をはじめ、国内に4カ所の生産拠点と生産技術や部品調達を担う拠点が1カ所、また海外に2カ所の生産拠点があります。それではレンズの製造プロセスとともに、富士フイルムオプティクスで製造している富士フイルム製品をご紹介していきます。研磨レンズは高度熟練技能者のノウハウと最新の生産技術が融合し、直径1ミリ以下の内視鏡用小径レンズから30センチを超える大口径レンズまで、数々の高性能レンズを生み出し、 4K や 8K に対応した高精度レンズも製造しています。また高度熟練技能の一部を AI 化する技術開発も進めています。ガラスモールドレンズは材料となるガラス材を金型に入れ、加熱しレンズ形状までプレスした後、冷却してレンズを製造します。複合非球面レンズはガラスレンズに樹脂を塗布した後、金型でプレス、エネルギーを加えて樹脂を固めて非球面形状を作り出します。検索非球面レンズでは、超精密加工用の特殊な砥石や研磨剤を用いて、ガラスレンズ表面をサブミクロンレベルで研磨します。レンズの性能をフルに発揮させるために、レンズには特殊な膜をコーティングします。反射防止や偏光制御などの目的によってコートする膜を変えます。このようにして作られたレンズは、光軸を揃えつつ、光軸に垂直かつ適正な間隔で確実に固定する必要があります。このためレンズ枠はミクロンレベルで加工します。さまざまな方法で最適に製造されたレンズは、デジタルカメラ用交換レンズ、プロジェクター、箱型テレビレンズなどの製品になります。メイドインジャパンモデルのデジタルカメラも多く手掛けています。デジタルカメラのボディは精密加工と電子制御の技術の塊です。富士フイルムオプティクスでは電子基板から製造します。また撮像センサーはミクロンレベルで位置決めを行います。こうして組み立てられたカメラは、さまざまな検査を経て出荷されます。放送局で使用されるテレビカメラ用レンズも製造しています。また半導体レベルから解析や分析を行うことができる機器を活用し、日々品質の改善を進めています。生産技術開発部門では、
富士フイルムの設計チームと日々議論を重ね、部品サプライヤーとも綿密な連携を取りながら、新しい部品の寸法や形状を何度も確認修正しながら部品を仕上げていきます。また生産工程や検査工程を自動化するための装置も内製しています。日本で検証した技術品質を海外の生産拠点で立ち上げることで、幅広い製品の品質コスト納期などお客様の高い要望に応え、産業の発展に貢献しています。一からものを作り上げる技術力です。自社内でソフトウェアとか、あとその自己の中で作れますので、そこの要は技術力っていうのは強みだと思ってます。技術力だと思ってます。長年培ってきた工学技術の蓄積があるというのが、当然加工する技術、あとはまあ工学の組み立てのですね、調整技術あることはもちろんなんですけども、それらをですね、評価する測定器とかを自前で有していることが、やっぱり我々の強みではないかなと思っております。新しいことに常に携わることができる、新しいことに積極的にチャレンジできることです。世界中で使われている弊社のカメラですとかレンズ、そういったものを試作の段階から携わることができること、富士フイルム製品を一貫して生産できることが魅力です。光をコントロールする独自の技術と技能を磨き続けることで、技術革新の著しいイメージング分野における高度な要求に確実に応え、産業の発展への貢献と新たな価値の創造を目指します。